花尾弥郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾弘です。一週間ご無沙汰いたしました、皆様いかがお過ごしでしょうか。先週はですね、この番組が終わってすぐ行きましたね、須賀川にね。今日もね、高橋真子さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、松下俊美さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ですね、結構大変だったね。電車で行ったよね、この間ね。ああ、そうそうそう。ね、松下さんと。2時16分に乗って。4時間半ぐらいかかる。そんなかった。7時半。7時半ですよ。今だけ5時間かけて。いいね。まあ、そういうゆっくりした旅行。バスがね、僕好きなんだけど、うん、バス予約するの忘れてて。あ、そうだった。それ電車でね、きっちり座っていきましたよね。なんか、ある情報によると、なんか、越谷まで行くと、うん、そこからバスで行けるんだよ、ね。そう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 。バス。行くはずだったの。そうなんですよ。で、バスが、僕言ったりするんだけど、うん、町田さんがね、うん、あのバスダメなんですよ。いやいや、そんなことない。いや、あのね、バスは絶対嫌だって。いやそんなことないですけど、たまたまほら、ね、時間帯がね、あの時は2時何分だったから、うん、そうそう、一日何本とかしかない、ね、うん、そうだね。その日にね、もう待ってていた、いや、まあ、あの、うん、金曜ライブがね、はいはいはい、あの須賀川のぷかぷかであるんですけども、うん、あのぷかぷかに出る予定はねちょっとなかったんですけどね、はい、でももうしっかりね時間はねそうだ、それは行ったらやらないやんないとただ止めてもらうっていう感じで行ったんですけどもね、もうしっかりね、うん、でもね、としみさんのあのバースデーケーキ、そう、それでサプライズで ね、お誕生日していただきましてですね、うんうん、心温まる夜になりました ね、はい、皆様からね、500円ずつね。え、何？500円ずつもらったの？そう、いただいて、ね、チケット代に加算して、ケーキをね、みんなで、ありがとうございました。それはね、いい思い出になりました。皆さんからね、お誕生日プレゼント、これ、アミちゃん。アミちゃんからもね、そのスカーフいいじゃないですか。そうそうそう、うん、いただいて、アミタメのアミちゃん？そう、アミちゃんもバースデーソングを歌っていただいて、で、今日ね、あのこれ誠さんにいただいた、ちょっと早いね、俺ちょっと流れを作ろうかなとか思ってあ、今日何いただいたのこれ、うん、後でね、あ、それみんなで何それ、甘いものと辛いもの、ね、ほう、なるほどね、ここ今日撮影していただいてるキキさんからもね、先ほどなんかあの素敵な B さん、そう、本当ビッチサンダル、あのビッチサンダル履いたらね、これもらった、履いたらね靴履けないぐらいのビーチサンダル、ね、嬉しい、あれ欲しかったんで ね本当、うん、ありがとうございます、いいんじゃないですかね。それで須賀川行って、その次の日が天栄村にね、あの体育館でねやらせていただいて、日本酒のね、青春で乾杯っていうの体育館でねあったんですけどね、それも楽しい思い出でね、終わって蔵でね、あの蔵ってまこちゃん行ったことある？あるよ蔵でライブやったことある？あるよ。あ、そうなんだ、うん、あ、新井さんと、うん、あ、新井さんともやったし、あの一昨年ぐらい京次くんとも、あの来た方で、あ、いやいや、あのあそこあそこ、あ、須賀川の方、須賀川のね、天栄村の森さんちが蔵なのよ。そこはやってないけど、その蔵はね、ライブできるようになってる、うんうんうん、あ、それいいね、それいいよ、蔵でライブ結構やってる、本当、うん、響きもいいしね、あの音のない世界っていうのいいよね、うんうん、東京だと何らかの音がするじゃないですか。そうだね。でその後あの M&J にね、郡山行きましたけどもですね、あ、これも、ね、うん、あの松下さんは書いて、うん、その、うん、要するに網田目のね、渋谷毎度おきに行きましたですね、はい、で、で僕が残って、そう女興行師って言われる、興行師じゃないよ、ただブッキングしてご紹介しただけで、ご紹介した手前ね、やっぱり、うん、それが誕生日だったんですよね、うん、その日が、実はそれが実はね、うん、リアル誕生日だったんだね。高橋真子さんも盛り上がったらしいですね、あの、ね、渋谷、神戸も、神戸も超満員でしょ、一昨日の、うん、クロコダイルも超満員でした、本当よかった、素晴らしいね、はい、もう嬉しいことですよね、もうあの皆さんのおかげですもうラジオとかやって暇ないじゃないですか。いえいえ、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。あ、でも21日俺ごめんね。あ、いないんだよね。そうそう。来週、あ、っていうか21日ね。そうそう。お休みですよね。東北？東北。東北。あ、そっかそっかそっか。北海行って、あと青森。そうだそうだ。
青森2日やって、あのね、うん、あ、そん時だっけ、うん、そん時だ、うん、ポスターね、20日がプカプカだったね、で21、22と青森で、うんうんうん、青森宣伝してたよね、あ、もう、ま、高橋誠バンド一色ですよ、うん、本当さ、うれしい、そう、俺 の, あの譜面台とかあるじゃん、うんうん、あの前に誠ちゃんのポスターボーンと貼ってくる、ちょっとそれどけてくれるとか言ってすごいね、宣伝してましたよ ね, お嬉しいね、盛り上がってた、うん、おそらくね、うん、みんなね集まると思いますよ、ああよかった、うん、あのバンドはどういうバンドですか、あれはね、レイニーズ加藤さんってベーシスト、はいはい、が中心になってで、あ、そうやることになったんですけど、あ、そうなんだ、うん、はははは、初めてボブ斎藤サックス、あ、ボブさんね、ボブ斎藤とあと友成君でキーボードの4人なんですけど、あ、そうですか、だからスコアガンの時ならねドラムいないので、アッキーがひょっとしたら、ね、あ、アッキー来てくれるの、来てくれるか、あ、アッキーは来るの、うん、あ、そう、へえ、素晴らしい、非公式ですけどまだいや、この間も手伝ってもらって、うんうん、イコちゃんとかね、アッキーとかリョータ君とかね、しんちゃん、楽しみだね、それでも楽しかったですよ、ね、まあ、バンドでやるも楽しいね、楽しいよね、うん、じゃあ来週見に行くかな、うん、21日終わって、ということでね、今日ちょっと金玉ということで、この後のね放送っていうのはもう全てゲスト入っておりますからね、うん、そうですね、金玉ちょっとなかなか、来週がことぶき、ことぶき、ナビちゃんとね、あ、初めてですか、会うのは初めて、あ、本当、ことぶきさ、うんうん、ほら上を向いて歩こうの、はいはい、向いて歩こうってあれことぶきなんだよ、そうだよ ね, それ僕ね、もうずいぶん前からね、無断でやってるんで、1999年からね、ことぶき町で歌ってた頃があって、うんうん、その時それを見て、あ、本当、うん、僕もう7年ぐらい出てたのよ、あ、そうだったの、そうそう、でその時にソウルフラワーユニ、ユニオンっていうか、うんうん、もののけサミットとかことぶきとか、うん、一緒に出てたのよね、あ、そうだったんだね、そうそう、それでねちょっとご縁があって、うん、来週はそれで、その再来週まこちゃんお休みの時、21日はね、うん、アミタメチューと、あ、いえいえいえ、来た、アミタメチューが出ました、アミタメチューっていうのはチューハイがあるんだよね、ないよね、おなじみね、アミタメプラスね、はい、中さんが加わって、ね、うん、その次の週があれですよ、大久保初夏さん、あ、初夏ちゃん、ねえ、まこちゃんの大好きな、はい、クロコダイルでも一緒でしたよ、一緒でしたでしょ、おととい、おととい、昨日、おとといね、初夏ちゃんいい、ね、ということでね、ゲストもね、いろいろ入ってきておりますけどもですね、はい、今回ねリクエストを答えられなかった、先週リクエストを答えられなかったどうしたの、でお便りご紹介しましょう、はい、金尾さん投げ銭 FM ということはね、うん、チャーリー佐藤さんからですね、はい、これはね先週ちょっとお答えできなかったリクエストですね、うん、青空の武蔵小杉タワープレイスから日の当たる坂道を清らかに暑苦しくお願いいたしますということでね、日の当たる坂道から行く、行きましょうか、ね、俺も歌詞とかのあれも全然ないんだけど、あれかな、B でしたよねB ですキーは B です、どうですか、
はい、チャーリー佐藤さんからのリクエストにお答えしました日の当たる坂道ということでですね、はい、いかがでしょうか。あー、メールとかいろいろ今日は、あ、はい、なんかいろいろ来てますか。はい、はい、先週ね、舞子ちゃんのゲストでいただいて、あの、来ていただいた上奥舞子さんですね、タオさん、はいはいはい、いただきました。カナオさん、誠さん、としみさん、こんにちは、うん、先週はスタジオ生放送に参加させていただきありがとうございました。誠さんのギターを間近で聴けて楽しかったです。嬉しい、ありがとう、ね、スタジオの隅でおとなしく見ているつもりだったのに、うん、まさかの出番でびっくりしました。あね、あの最後に ね、 後にね、でもね、スタジオの中にいらっしゃる方っていうのは僕はできるだけね、うん、ご紹介したいっていうか、そうですね、あのどうしてかっていうと、あの放送だけじゃなくて、まあ、動画とかもね、撮ってることがありますので、そうですね、あのできるだけねご紹介できればと思う。気がつかない時もあるんだよね、あのし忘れる、紹介をし忘れる時もある、生放送だから。そうね、でやっぱりね、あのそういう気遣いもね必要だっていうね。気遣いがね、あれを気遣いよ気遣いね、本当よ、はい、いやでもね、やっぱりせあの映っていてね、うん、あれだろう、誰だろうっていう風にね、ご覧になる方もね、うん、いらっしゃると思うので、はい、できればあのそうやって一言でもねお話していただけると。カナオさんにリクエスト来てますよ。ま、ええー、本当、タオさん、はいはいはい、リバーサイドマイホームタウン、でここにね、来ましたか、はい、上奥誠公演会、東京有志の会長タオでした。タオさん間違ったのかな、上奥舞子誠、舞子誠両方ね応援してください、ね、よろしくお願いします。なるほどね、上奥誠、養子に行けばいいのか、これでもあれじゃない、シャレじゃないの、シャレ、うん、シャレかな、シャレ、じゃあ2人とも ね応援してください ね、タオさんありがとうございました、タオさんありがとうございました、ね、ということでね、舞子ちゃんもすごい ね、あのメキメキといい、ね、いい感じの、ね、声でね、はい、素敵でしたけどもですね、九州ってああいうなんていうのかな、こうボイス、その声に特徴がある人結構多いですよね、個性的な人が多いね、手島葵さんとか思い出しちゃった、この息のファーって手島葵さんもそうだよ ね、 あのちょっと芯があるけど、うん、そのなんかタイプが、うんうんうん、彼女がね、手島葵さんが、うん、ちゃんがねんデビューする前にね、僕デモテープをね、うん、あの随分前に聞いてたのよ。あ、そうなの。で、うん、あの福岡の、まあ、あんまりこれ言ってもいいかいいんじゃないですか、テレビ、いや秋吉圭介さんってね、福岡、はい、福岡、まあ、山藩にずっといらした方がね、うん、あのプロデューサーが葵ちゃんをやろうっていうことでね、うんうんうん、その時ねちょっとあの聞かせていただいたことがあって、ほとんどカバー曲なのよ、うん、で日本語の曲2曲ぐらいしか入ってないんだけど、うん、もう20曲ぐらい入ってて、うん、しかもムーンリバーとかデイドリームビリーバーとか入ってるわけよ、はいはい、でそう葵ちゃんの世代って聞いたことないわけじゃん、うん、で耳でコピーしてんだけど、うん、もうパーフェクト、あそう、耳がいいんだね、でその歌う声がね押しつけがましくないのよ、うん、あそういうのいいね、あのなんていうかね、癒されるっていうかね、だからデビュー前にそれを聞いてて、うん、うわこんな女の子がいるんだって、確かにまだ18ぐらいの頃だったよね、うん、そういうデモテープ聞いたことありますよね、でいろいろまあその後ね、声優とか、まあ、うん、映画の主題歌とかっていうことでね、うん、世の中に出ましたけどね、あの結構ね福岡で個性的な人多いですね、昔からそうですよね結構、うんうん、だからああいう声質してる人羨ましいね、が、うん、あの舞子ちゃんもそうだけど、うん、手島さんとかね、うんうん、いやちょっと癒し系のね、声が個性があるじゃん、うん、もう声に色がね、うん、もうあの羨ましいなと思って聞いてました。松下さんもあれじゃないですか、個性がないです、ね、全然ないです何そんないやいやいや歌ってみますか、なんかそんな話の後に歌うの嫌です、嫌ですって言われても、俺たちは歌いに来たんじゃないのみたいな、自由すぎるよね本当、マコさんね、ところであれあのちょっと CD 聞いてみる、これあ CD ね、これね素晴らしいね、これマギーメイ、はい、マギーメイのね、これはその、うん、再発されましたか、そうなんですよ、ね、復刻版が出ました、いつですかこれ、これ1970年とか69年70年ぐらい、これあの発売したのが最近でしょ、でもそのこの復刻版はね、うん、そうなんだよね、うん、
黒板なんだ。これこの中で俺はだから17、うん、8ぐらい、まあ、高校の頃に初めてレコーディングしたんですよ、うん、高校の高橋誠がレコーディング、これ初めてということになりますよ ね。初めてレコーディングをしたのがマギーメイのその族二人暮らしってやつで、これラジオでね、なんかリクエスト1位になったんですよ。すごい。その当時この曲、うん、本当聞いてみたい、うん、これはまこちゃんが入ってるんだ、はい、これちょっと聞いてみましょうかね、このタイトルが恥ずかしいですけど、私は族二人暮らし、これマギーメイ、はい、これグループの名前ですよね。そうですね、で実川さんという方がね、はいはい、ボーカル曲を作って、ボーカル、ボーカル名前だと思ってた、マギーメイさん。あ、これあれ柳田宏さんとかも入ってんだ。入ってるんですよ。へえ、まあ、ゲストミュージシャンね、うん、ミッキー吉野さん、矢野誠さんね、はい、深町純さん、うん、すごいねこれね、超有名な人たち。ははそれじゃあ聞いてみますか族二人暮らし、はい、もしも僕がお金持ちなら、君に素敵な指輪をあげるのに、今は何もしてやれない、それでも君は僕を慰めて、誠、高橋誠さんがね、今あのそのマギーメイさんっていうか、うんね、この実川さんって、
あのちゃんと僕聞いたのは、うん、まあ、この頃当然僕聞いてなかったんですけども、うん、まあ、名前はね、うん、よく知ってたんですけども、うん、やっぱ声が不思議な ね感じの声 で、 いい感じの声で、その、ね、なんていうかやっぱり曲作り、うん、っていうのがね、やっぱ素晴らしいよね。この、ね、この CD の2枚組なんですけども、ね、うん、もう本当にいい曲ばっかり。ね。だってこのと時からもサビがね、うん、その広がり、うんうんうん、ね、これがだからやっぱ後にしてもこの初めてのチューっていうのは皆さんご存知のね曲なんですけども、うん、このその幻のポップクリエイターってね、うん、言われるぐらいな感じのね、うん、70年代にね。うん、いらしたということですよね。素晴らしいです、これは素晴らしいですよね。でもこういうなんか優しい広がりのある曲っていうのはなかなかほら、うん、今割とパターンが決まってるじゃないですか。そうかもしれない ね。で10代の頃に泣いてるじゃんギター甘くちゃよくその泣けるよね。何泣いたふりしてたのいや泣きのギターがまたねこれが、はい、ありがとうございます。すごいね10代でね、この頃はちょっと大人っぽいよね。ね、いや俺もさ若い頃ってねちょっと大人っぽい曲つく、ちょっとジャジーな曲作ったりしてたから、そうかそうか、なんかそれ分かる気がするけど素晴らしいですよね。高橋真子さんのギターも素晴らしいギターが入っておりましたけどもですね、これぜひね、これはどこで あれですか、一応ね、はい、アマゾンでも買えるし、あとここの、ルリドでしたっけね、ん ルリド、ここには書いてないか、ちょっとすいません検索していただくと。あ、そうですね、これはぜひね、うん、素晴らしい曲の数々、うん、クリンクレコーズとかって書いてあるんですね。あ、クリンクレコーズ、はい、はい、ということでね、マギーメイというね、はい、70年代初期のバンドですよね、これね。そうですね、素晴らしい、その頃から真子さんも参加していたね、はい、ことでね、真子さんなんかじゃあオリジナルやってみますか。真子さん、はい、真子さんのオリジナルこの後にそう、ね、みんなやりづらい感じです。いいですよ真子さん、これはね、もう随分、これはもう最近作った曲なんですけど、ほうほうほう、2年ぐらいになるから、あ、2年、あの、うん、これ仙台の維新の柳澤君が、はいはい、詩を書いてくれて、この方ってなんかスタジオやられてる方、あ、渋谷で今スタジオやってます。あ、そうかそうかそうか、うん、はいはいはい、じゃあやってみましょうか。これ Crying in the Heart In the Heart In the Heart という曲ですけど、聴いてください。笑いかけてたわ、ベッドに一人横になり、腕の中で淡い夢見てた、日々を思い出して、自分のわがままだけ分かって、お前の悩みなどを一つも聞いてやれなかった、ただ愛してるそれだけだった、何も言わなかった、何も考えなかった、ただいることが当たり前だと思ってたわ。 Crying in the heart、 何もかもが Crying in the heart、 戻ればいい。 Crying in the heart、 出会う前に Crying in the heart、 君に教えてもらったこと、それは君だけ愛することでは、あったときっといつまでも同じ気持ちさ、
もうあなたの人ではないとそう言って涙浮かべてた世界で一番あなたが嫌いと、そしていつまでも忘れないからとそのまま抱き合った。楽しいことだけ詰まった宝物思い出の箱に鍵をたくさんかけて心の扉にしまってしまえ。 Crying in the heart 何もかもが Crying in the heart 戻ればいい。はい、ありがとうございます。すみません、急に僕はあのコーラスで、いやいやもう素晴らしい。ねえ、金目白のコーラスはもう下手くそなんですけど、これね練習になるね。あ、失礼しました。本番で練習してますけどもね。すごくいいですね。ね、すみません、ちょっと歌詞一個飛ばしちゃったけど。いや、全然いいんですよ。自分の歌はね、まああんまり人が知らないですからね、あのいいんですよ。これなんかアレンジしたらね、いいと思うこれ。本当？ホール&オーツみたいにしたらいいんだよ。ホール&オーツ。ね。もうピーッと響くから僕は。もう。僕は。私ついてきなかったごめんなさい。そう、もっとこうリズム。いやー。はい、なんだ、はーっ。なん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 って言えばいい。いい感じのね、Crying in the Heart。高橋真琴さんのリーダーでした。ありがとうございました。ということでお届けしました。まあ、ぼちぼちそのメールもね本番中にいろいろ入ってきております。あ、これ今ファックス来ましたね。これ今来るっていうことはすごくなんていうかな、生放送っていう感じがしますね。金尾城の音楽魂、加納さん、誠さん、としみさん、こんにちは。すがすがしい秋晴れの気持ちが、秋晴れ気持ちがいいですねっていうことでね、今日もお店のラジオのボリューム大で聞いていますというと、今日も楽しい曲会話でよろしくお願いいたします。蓮見さんから、来ていただいてね、ありがたいですね。お仕事しながらですね、蓮見さんね、クロコダイルも来てくれて、そうそう、写真いっぱい撮ってたね。本当ね、素晴らしいよね。もうだってまこちゃん一色だったから昨日俺のボールは見たくなかったもん。なんで俺のボールってみんな、俺のボール、ごめんなさい、僕の、ね、ほら友達がさ、うん、共通してるからみんなあげちゃうのよ。そうそう、来てくれてたから ねそうするとまこちゃんしか出てないから羨ましい、しょうがないから、うん、羨ましかった、羨ましいと思った。俺嬉しいじゃん、歯がいかった、歯がいい、歯がいいから、ね、いやでもね、じゃあ私も行きたかった昨日。そうだよね、うん、でもね、なんかね、でも、うん、ね、いい感じでね、だって、うん、ショカちゃんも出てたしね、京次さんも出てたし ね素晴らしい。一応ね YouTube ちょっと上げてますから、上げてたね。あ、本当、うん、お楽しみいただきたいと思いますよね。素晴らしい曲ですね。それじゃあそろそろ豊島さんいきますよ。なんかこれいいんだ、メールは、メール後で読む。ちょっと折れました。俺に終わった。ちょっと、ちょっと 目だけ通して、リクエスト来てますね。これもうこれさっきのね。あ、そうかそうか。じゃあとしみさん、ちょっとさ、はい、あれひばりさんのさ、うん、ひばりさんあれ行こうよ。これひばりさんの特集じゃないけれど、これひばりさんの歌なんだけど、ちょっとカントリーソングなんですよね、これね。実は
実はね、これは、チャルメラそば屋っていうことで、これ英語の歌詞もあるんだけども、ねうん、ちょっと、一番だけと、触りだけっていう感じで、でも、前ちょっとリクエストいただいてたのね。で、僕ら知らなかったのよ。そうそう。実は。チャルメラそば屋って美空ひばりさんの曲って、まこっちゃん知らなかったでしょ、うん、知らなかった。これあれよ。生まれる前だもんね。僕らが。1953年。生まれる。ですよね、これ。ね。うんこんな歌があったんですね。ボビー・ノートンさんが作詞作曲。だからその中流軍というか、要するに米軍で来た方が思い出としてね、カントリーそのテイストで作った曲が、ね、ボビー・ノートンさんがね、1953年っていうことはね、戦後僕ら54年生まれじゃない。はい。54年なの。そうそうそう、だよ54年生まれだからっていうことは、戦後ね、僕ら生まれたのっていうのは9年ぐらいしか経ってないってこと、ね、そうなんですよ。すごいよね。でその9年間の間に日本ってどんだけのね、すごい復興したよね。復興したかって言ったら すごいね。パワーだった。やっぱりそのパワーっていうか、にその日本国もそうだし、う国民も一緒になってその復興したの ね。でその中にやっぱこういう歌がねあって、その要するに励みになってたんじゃないかなって、ひばりさんの歌なんか特にね、うん、ちょっとこれ触るだけでもやってみようか。簡単にやってみますか。これちょっとこれまだ今日お初でございます。あ、いいんじゃないですか。これちょっとやってみますかね。どんな感じ。カントリー。皆さんおそばはいかが、馴染みチャルメラ娘、町から町へと細々ながらも楽しいチャルメラそば屋でござる。おっさんぱいいちご機嫌、ほら危ない千鳥足、はい一丁上がりよ、つるつるつる毎度さて東京名物は、おなじみチャルメラ娘、新宿浅草上野新橋ガラガラ流すよ、屋台のチャルメラそば屋でござる。おっさんぱいいちご機嫌、ほら危ない千鳥足、はい一丁上がりよ、つるつるつる毎度ありお待ちど。はい、ということでね、しかこれ楽しい、ね、楽しい曲だね。これちゃんとやりたいね、バンジョーかなんか入れてさ。あ、ごめん。いやほら英語の歌詞もあるじゃん。ちょっと、With a lot of things to eat in Japan。うん、そう、そういうのがあるよね。そう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 。これをやるとかっこいいよね。うん、うん、ここで終わるとさ、これレパートリーに入れればいいじゃん。チャルメラそば屋。そば屋、そば屋。ブルームードでどう？いいね、このチャル。これ楽しい曲だよね。こういう曲がね、選曲だから、ひばりさんもこれはもうすごく小学校ぐらいの時に歌ってたことなの。小学校じゃないか。中学くらいか。いくつなんでしょうね、うん。でも声を聞くとやっぱ若い声なんで。うんうん、そうだね。だってでも9歳とかから歌ってるでしょ。7歳とか。そうでしょ、うん。それでこの時はもうほとんどジャズ英語の上海とか、うん、アゲインとか入ってるね。そう、それがまたいいんですよ。これ素晴らしいですね。英語の発音も発音バッチリ、ね。発音バッチリなんですよね。だからやっぱりその耳がね。うん、いいというか ね、そういう人がやっぱり日本にもいたんだっていうことね。
素晴らしいなと思いますけども、これね、あの田口さんのリクエストだったのね。田口さん、うん、田口さんという人のね、これはあのすごく詳しい人がいて、まあ、ひばりさんのファンクラブみたいなね感じでね、あのやられてる僕お友達なんですけどね、でその人がね、チャルメアさんがやってあるんだけどって言ってね、私最初冗談かと思ったら、そんなタイトル初めて聞いたからそうでしょ、ね、でもとしみさんが知らないっていうのは知らない、ね、うん、だから松下さんはひばりさんに、まあ、あのデビュー前にね5年、うん、5年ぐらいついて5年ぐらいいましたけど、あのスタッフでね、うん、やってたんだけどね、その時は歌ってなかった、歌ってなかったで、聞いたこともなかったタイトル、ロカビリー系、え、あれは違ったかな、なんかそういうのが結構あったけど、うんうんうん、それは初めて聞いたんですよね。なるほどね、うん、こういうね、ちょっと珍しい曲もねありますし、まあ、皆さんご存知の曲をした方が良かったりね、あのするんですけども、 あんまりまあそういうことに関係なくね、この音楽魂もう好き勝手にやってますけどもですねこれなんか来ましたでしょうか、こちらミキさんから、あ、じゃあこれ松下さんの、はい、はい、金尾さん、誠さん、としみさん、山田ディレクター、こんにちは、はい、こんにちは、そうそう、としみさんと申しみさんだってお誕生日おめでとうございました、ありがとうございます、はい、お誕生日ね、はい、先週の放送では、うん、カナオさんからは、うん、何が悪いとお前と言われるわ、マコトさんからは何がいけないのと言われるわ、大先輩方の開き直りの恐ろしさを十分に感じさせていただきました。いや、これね、上奥舞子ちゃんがね来て、まあ可愛いからね、 うちらがね鼻の下が伸びてたらしいんですよね、そのことですね、それは何がいけないのって言われる、そうそう、今日は今月唯一の、金玉ですね、福島の話やクロコダイの話など予想通りの楽しい思い出が、思い出話が聞けて、楽しいです、うん、クロコダイの写真を拝見して、先週のアメタメさんから伺った爆音好きな誠さんが、うん、マーシャルのアンプを鳴らしている姿を想像して思わず耳がキーンとなりました。マーシャル教授君にうるさいって言われて、嘘、教授さんに言われるんだったらすごくない、教授さんも結構だよね、教授君そんな音聞かないんで、実は、あ、本当、うん、そうなんだ、来週そうなんですか来週からのゲストも楽しみです、はいはい、あ、教授君もね、うん、ゲスト呼びましょう、本当、あ、ぜひぜひ、お願いしますよ、ね、また小峠のお二人も3年近くぶりですし、うん、今日も楽しいダラダラタイム楽しみますダラダラタイム、そんなにダラダラしてるのかな、やっぱりしてますね、うん、そうそう、うん、はい、道なんすか、はい、道ゆう、道ゆう、わー、結構いっぱい、だけど何でも OK、 誠さん、今オイラがなぜか、オイラがなぜか日本の神様とかに興味があるんで、日本の神様、うん、久しぶりに、バースソングね、バースソングね、うん、はい、そしみさん、歌を固めてもらいたいので、そっと固めてどういうこと、そっとお休み、それか骨まで愛して、うん、PS、今のいいと思うよね、うん、今度 PS、 カナオさん、そば屋、うん、秋吉さんの話はどんどんしてもよかったじゃないですか、うん、博多だけじゃなく全国的に考えても伝説の方やけん、さっきねちょっと話しましたね、あの手島葵ちゃんのね時の、あ、この間もそうだし、あの長渕くんのね、博多に来た時のインタビューもね、秋吉さん出てて、草野武史さんの番組だっけ、そうそう、牧場、牧場なんかプレイスじゃなくてなんだっけ、はいはいはい、その、うん、あの番組があって、それで福岡のあのほら食べ物とかそういうのあるんだけど、はいはい、その時にまあ昭和に行って、でコメントを秋吉さんがね、うん、やっててね、なかなかね、あのもともと昭和の、チーフをやってたのよ、あ、そうなんです、ね、それからヤマハに入って、はいはい、そのプロデューサーをずっとね長いこと やってて、で僕も秋吉さんと一緒に曲作りもしたこともあるしね、そういうね出会いがあって、まあ昭和出てたバンドほとんど知ってるよね、だから、うん、秋吉さんがね、もうあれはああやったとかね、カナオはああやったとか裏話を知っとるわけよ、あんまりちょっと言われんけどね、うん、そういうね、ことがいろいろありましたけどですね、はい、ちょっと、あ、今日はまじどうしましょう、リバーサイドあったね、うん、リバーサイドからいきますか、はい、ね、いいですか、はい、川が
を埋め尽くす弦も切れましたし、あ、気がつかなかった。分かんなかったです。僕全然知ってたね、気がついてね。バチッと音がしたもん。すいません、なんか生放送だからね、こういうことがねあります。替えのギター、替えの弦はありません。じゃあそういう時はどうするんですか。いやいや、何でも、いや全然真琴さんのギターあるし、全然全然平気ですよ僕。三振もある。三振もある。ギターはね、弦、この間だってライブで弦切れて、最後だって俺4本で3本とか切れて、3本で歌ってたからね。MC で郡山で。郡山で。いやいや、なんだっけ、ジョンジョンかなんか。でもね、それはいいんですよ。そういう、でも、まあ、ラジオの放送はね、あれでしょうかね。切れたらちょっと。
あの弦が切れたらあれ、はい、結構チューニングがね随分違っちゃいますから、ね、変わってくるんですよね、うん、あの真子さんちょっとお話ししていただきながら最後の何でしょう真子ちゃんにちょっと「You」とか歌ってよ。いやそれお茶ぶりだよね。それは無理だな。さっきのさ、ね、ミキさんがバーズのとかバスソング、うん、バスソング、うん、あのリクエスト来てたよ。それ真子さんに高浜原にカムズマリマスカムリカムロミノミコと持ちてかしこめかしこめ。あと一曲もうあと一曲やる。一曲やろうか。一曲じゃあさいいですか。じゃあいいバスソングやっちゃいますよ。福岡のミキさんのリクエストにお答えします。バートン覚えてるかな。Between the two, the first failures, loving never buried, feeling emptiness as black as night, in London forming into image of another. Oh, we'll give birth to new love lights.As they come together, belonging to each other, the one that only can be made of two.Night in love and forming into the beach. We'll give birth to new life is born. Life is born, and there is why we came into being. Life is born.はい、ということでですね、高橋真子さん今日一番最後にね締めていただきました「Birth」っていう歌でしたけどもですね、あっという間の1時間過ぎましたけどもですね、今日もお疲れ様でございました。高橋真子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。松下利美さんでございましたけどもですね、お相手は金尾芳郎でございました。ですね、今後のね、まあ、もう一度ね、リクエストもそうですけども、あのゲストの皆様をご紹介しましょう。はい、来週がですね、寿、ナビ&、吉光さん、はい、ね、
ということで、再来週21日がですね、網ため中ということになって、その次29日になりましょうか。28日ですね、ごめんなさい、28日が大久保初夏さんですよね。お楽しみいただきたいと思いますね。またね、顔がね、もう俺たちの顔は、まあ、ひょっとしたら女性ばっかりじゃない、ね、まあ、アミちゃんもそうだし、今月、ね、10月は女性多いよね。そうだね、うん、来週から女性が武器もね、ねえ、うん、俺たちはどうよ、マコちゃん嬉しい、あー嬉しい、あ、すいませんということでね、また来週お会いいたしましょう、はい、ということで See you next time、 どうも。季節は巡り色を変える街、また生まれ変わるさ。日々はお祭りがある、懐かしき友がいる、忘れかけてた思いが体に染み渡る。熱き心が好きさ。